NNN チャンネル。日本でただ一つ日本大学のみに設置されている生産工学部には、より良い未来を作ることが可能となる9つの学科があります。ものづくりに求められるのは高い技術力だけではありません。安全性などの製品性能はもちろんのこと、使いやすさ、デザイン性の高さ、そして価格設定も重要な要素です。それは作る側からの視点だけではなく、使う側の視点からも考えるということ。そのために必要なのが、ものづくりの全体を見渡す力。生産工学はものづくりの全体を見渡しながら、消費者が求めるものを生み出していきます。言うなれば、生産工学部の学びは技術プラス経営を学ぶ学問なのです。今回はそんな学部の魅力、自慢をご紹介いたします。皆さんこんにちは。生産工学部創生デザイン学科の増尾奈々です。将来はものづくりの現場が分かる銀行員を目指しております。今日は私たちの大好きな生産工学部をご紹介いたします。自慢といえば、あちらをご覧ください。じゃん。なんと津和沼航空研究会鳥人間コンテスト優勝しました。生産工学部津和沼航空研究会は、2017年度の鳥人間コンテスト滑空機部門で学生記録を更新して優勝を果たしました。自慢といえば、こちらの校舎をご覧ください。素敵な校舎でしょう。一見普通の校舎に見えるこの37号館は、このように後ろから見ると R 型を生かしたおしゃれな校舎になっています。また隣接する校舎がステージのような作りになっており、学祭やイベントでも使用できるなど、学生が充実したキャンパスライフを送れるようにデザインされています。このようにここ日本大学生産工学部津田沼キャンパスには、機能性あふれた校舎やおしゃれなカフェテリアはもちろん、より専門性を高める施設が充実、数多くの最新鋭の研究機器などが設置されています。そしてこちらでは、近未来に向けての研究が行われています。ここは宇宙空間の環境を再現できる実験室です。すごい機械ですね。これはどういう機械なんですか？はい、これは、リンクスという名前がついていて、気圧を下げて実験することができる装置です。この中で、宇宙空間を模擬したりということができます。宇宙空間というのが体験できるということですか？そうですね。はい、このように、ここが、宇宙空間を模擬するところになっています。で、この銅箱の周りに液体窒素を回して、この高真空、黒低温を作るというような設備になっています。今ここにちょうど、衛星の模型が入っています。こういうふうにですね、で実際こういう衛星が宇宙空間でちゃんと動くかということを、ちゃんと調べるという実験装置に、なっています。実際に、この衛星はですね、今年の1月から5月にかけて宇宙空間で運用して、いろんな成果を出したという、衛星になっています。この実験が実際に宇宙で役に立っているんですね。そうですね。こういう技術を獲得することで、宇宙から安全に地球に物を持ってきたり、もしくは火星の探査に使ったりということを考えています。またエネルギー変換の効率化に関する研究も行えるなど、未来を見据えた研究実験がここで行われています。続いて、この扉の奥には生産工学部ならではのものがあります。ここは機械工場。ここには機械工学科の授業などで使用するさまざまな工作用機械があり、数々の精密部品を作ることができる施設です。こちらを見てください。こちらはここで加工したものなんですけれども、金型といいまして、この中に鋳造を入れまして物を加工するもので、これは全部すべてこちらで作ったものです。もちろん、フライス板、旋盤、穴開け、ボール板というようにいろんな機械を使って総合したもので作られたものですね。こういうような精密なものもこちらでは作れます。私たちがこんなものを作りたいっていうのを、ここでは作ることができるのでしょうか？
もちろん作ってくださいと言わればいつでも作ってます。実際にこのような図面をもとに部品を製作中の学生にお話をお聞きしました。はい、これは磁気分離装置といいまして、超電導磁石の中に入れて磁場をかけて磁気分離をする装置です。磁性粒子を磁場で分離するときに使います。このようにここでは学生が思い描く部品などを作ることができます。将来この生産工学部から未来に必要な素晴らしいものが誕生するかもしれません。そしてここで鳥人間コンテストで優勝した機体の精密部品が作られたのです。津田沼航空研究会顧問の野村教授にお話をお聞きしました。今年は本当に三拍子揃って優勝することができました。まずとにかくいい風の時に飛べたっていうのが一つありますし、あとパイロットがすごく練習してくれてたんで、操縦が非常にうまかったっていうのも勝因の一つだと思います。それとあと何といってもうち伝統的にですね、そのものづくりが好きな子たちがいっぱいいるんで、彼らが先輩たちから のノウハウを受け継いで、いい機体を作ってくれたっていうんで今年優勝できました。先ほど機械工場を見に行ってきたんですけども、あれすごいですよね。あちらを使っているのですか？そうですね、ああいった機械、旋盤とか、使って金属部分は加工したりとか、プラスチックの部分はですね、この建物の1階にある、未来工房っていう、知ってるでしょ？未来工房の機械使って削ったりとか、で最後はですね、精度よく作らないと飛行機って抵抗が大きくなって、遠く飛ばないんですね。それを精度よく仕上げるために土木とかああいうところが使うような計測器まで使ってきっちり合わせるっていうような、そういうことまでやってます。この生産工学部だからこそこの機体が作れたのですね。そうですね、この設備と、50年の伝統とその2つが合わさって機体ができたんだと思います。鳥人間コンテスト2017、日本大学生産工学部津田沼航空研究会のフライトはまさに鳥のように素晴らしいものでした。そこには鳥人間コンテストに青春をかけた学生の姿が。妥協をせず一切手を抜かなかったから、諦めなかったから、今この場所で喜びを分かち合える、そんな感動がそこにはありました。私設計なんですけど、なんかもう最高の記録を出してくれて、パイロットとかみんなに感謝です。私の目標は300飛ぼうとパイロットが無事に帰ってくることだったんですよ。440も飛んでパイロットも帰ってきてくれて、もう何も言うことないです。もうやっててよかった、最高の鳥人間生活でした。今日は最高のフライトができました。ありがとうございます。おめでとう。本当にいい機体だった。みんなありがとう。鳥人間コンテスト滑空機部門優勝おめでとうございます。生産工学部の自慢はまだまだあります。続いての自慢は、いました、こちら自慢の彼です。自己紹介をお願いします。水利情報工学3年の伏見有文です。伏見さんはなんと片手ルービックキューブ2011年度の 3×3×3 片手部門の世界チャンピオンなのです。2017年度もパリで行われた世界大会に出場するなど、日本の代表として世界で活躍しています。なぜ生産工学部水利情報工学科に入学しようと思ったのですか？水利工学と情報工学の両方勉強したくて、ここならそれができると思ったからです。将来の目標というのはありますか？今大学で英語と数学とプログラミングを主に学んでると思うんですが、将来それが役立つような、例えばプログラマーなどの仕事について活躍したいと思ってます。それではもう一度見せてください。ここで日本大学生産工学部の特徴をお聞きしました。
工学または理学、経営学というそれぞれの学問は存在しますけれども、実際には物を作っただけではなくて、それを売らなければならないですし、それが社会にとって役に立たなければなりません。それをどのようにプロデュースするのか、社会に役立てるのか、そこまで合わせて考えていくと、そういうものが生産工学でありますので、そのような学部というのは日本に今までなかったので、それを一貫して1年生から4年生まで、そして実社会を経験するという形で生産実習というものはございます。生産実習は今でいうインターンシップの先駆けでございまして、今のインターンシップは1日でもまあインターンシップとして認められてますけれども、生産工学部では2週間から1ヶ月以上、卒業して就職していきなり壁にぶつかるという話もよく聞きますので、学生時代に社会に出て、そして多くの社会人と直接経験、いろんなことを経験するということが社会に出てからの強み、そしてそれが低い離職率につながっているというふうに考えております。研究施設やサークル活動の充実はもちろん、私たち生産工学部の自慢は数々の育成プログラムにあるのです。グローバル人材育成プログラム、グロービー。グロービーコースはどのようなコースなのでしょうか。グロービーコースは全学科横断型のコースで、全体で51名のコースになっております。1年生の最初から選抜をして、昨年の1月で第一期生が終了しております。プログラムとしては全体で2つの科目から構成されています。一つがグローバルビジネスエンジニアリング、もう一つが英語コミュニケーションと英語トレーニングから構成されています。3年生になると海外インターンシップというプログラムを中に入れております。場所としてはインド、あるいは香港、そういうところに行って成長して帰ってきております。で、英語も一つの、そのトイックなんかも一つの目標にしてますので、まあ英語だけではありませんけれども、そういう形で英語を身につけながら世界で活躍できるようなエンジニアも一つ目指していますね。このプログラムを出た学生は、まず自分の考え方をしっかりと持って、他人の考え方も受け入れながら違いを明確にして、自分の考え方を表現できると、そういうような学生、まあ、いわゆるグローバルマインドを持った技術者になってほしいというふうに考えております。事業継承者起業家育成プログラム、アントレ 2B。 アントレ 2B とはどのような学生が選ぶコースなのですか。はい、アントレ 2B は将来理系社長として会社を起業したいとか、あと親の会社を受け継いで事業を拡大したいとか、そういう学生に向いてます。経営と、ね、技術を両方学ぶので、実際に自分が社長になって、企業を経営する、これを前提にしてますので、第一線で働く実務家の先生たちをですね、お招きして、社長になるための講義を行っております。またお金に関しても日大税理士会と連携してですね、実際に税理士の先生に お越しいただいて、それで社長になった時にこういったことに気をつけてということをお話しいただいてます。先生はどのような学生になってほしいとお考えですか。はい、これは理系の社長を育てるプログラムなので、一般に社長というと文系の社長が多いんですけどね、技術は理系がやるというのが多いんですが、実際に技術が分かる社長が会社でトップに立って第一線で指揮を振れる、そういう社長になってほしいと思います。ロボットエンジニア育成実践プログラム、ロボビー。ロボビーとは何の略ですか。ロボティクスフォービジネス&エンジニアリングの略です。つまりロボットの知識だけでなく、ビジネスも視野に入れた教育プログラムになっています。生産工学部では1年生の段階からロボットに直に触れることを重要視しています。まず前期ではレゴブロックを使ってセンサー系の制御を楽しみながら学びます。後期になるとこの二足歩行ロボットを学生1人1体作ることによって、直に触れ、動かし、そして楽しんで、同時に制作の大変さも学びます。実際に動かしてみてもいいですか。はい、いいですよ。
先生は最終的に学生がどのような風になってほしいとお考えですか？このロボットの制作を通じていろいろなトラブルに遭遇します。学生が自分で手を動かして自分で問題を発見して自分で解決できるようなそういう学生になってほしいと思っています。そしてここが私たち女子学生にも人気のある自慢の食堂です。それでは皆さんにお話を伺ってみたいと思います。こちら何の料理ですか？オムライス。オムライス、ね、お値段はいくらですかね？440円。どうですか学生的に？いや美味しいです。こんにちは。お二人ともどこの国から来たんですか？タイです。タイですか。日本の料理はどうですかね？美味しいです。美味しいですか？こちらはどうでしたか？もう美味しいです。あ、本当ですか。日本の料理でなんか一番好きなの？あ、お寿司です。あ、お寿司。日本伝統ですもんね。皆さんカレーですね。美味しいですか？美味しいです。これは何の料理ですか？若鶏のスターベのガーリックマヨネーズと言いまして。結構なボリュームですが余裕ですか？いや、きついです。正直多いですか？多いです。いくらぐらいなんですかこれ？470円なんで、正直この量にしては安いと思います。さっきの男の子がこの量結構多くて食べれないって言ってたんですけど大丈夫、余裕ですか？このぐらいなら余裕です。余裕ですか？はい。多いとありがたいですよね。そうですね。学生だとお金そんなにあるとも限らないんでいっぱい食べれた方がいいと思うので。それでは生産工学部の人気メニューベスト3を発表したいと思います。第3位はじゃん、オムライスハヤシ&トマトソースです。第2位はクラムチャウダーと明太子のスパゲッティです。そして第1位はじゃん、若鶏竜田揚げガーリックマヨネーズです。以上人気メニューベスト3でした。生産工学部の一部をお見せしましたがいかがだったでしょうか。これからの時代に求められるものはものづくり全体を見渡す経営者の視点を持った技術者だと思います。私も生産実習などさまざまな経験を通して社会がいろいろなところでつながっていることを実感しました。まだまだ勉強中ですが、みんなに求められるもの、みんなを幸せにできるものを作ることができたらきっと幸せな気分になれると思うのです。自分が作ったものでみんなが喜んでいたら嬉しくないですか？私は社会に役立つものづくりをしている生産工学部が大好きです。皆さんもぜひ一度見に来てください。待ってます。日本大学生産工学部。